雰囲気。はい。というわけで、高校3年生です。先日私の誕生日に友達がプレゼントとしてよくコンビニで売られている、まあ、精力のつくドリンク。これをもらい、その場で飲まされました。あるある、そこに、同じクラスの女子がやってきて、私に、そのドリンク何？と聞いてきました。その子、巨乳で可愛くて、天然で、性の知識はあまりなさそうという。嘘だろ、で、なんて僕答えようか迷っていたところで、友達が、これ飲むと、夜に元気になって、あるところが爆発するんだぜ。セクハラめいたことを言ったのです。爆発するか。案の定、女子、巨乳女子はよくわかっていなかったので、期待の目を私に向けながら笑顔で、じゃあ、今日の夜爆発した時の写真私に送ってよと言いました。虫支柱っていいっすよね、梶田さん。いいね。この脚本よくできてるよ、君。プニプニキ、一人上手なんだね。なかなかいい脚本だよ、君。本当は男三人の会話なんじゃないかな。じゃあ爆発した、画像、喋っちゃう。お、気持ち悪い。全然意味合い変わりますけど。男同士でその会話はない。だって、安本さん、そんなこと言われたって言ってたよ。え？そういうニュアンスで。やらしくない、普通のマッサージに行ったら、いつもやってもらう人がいないから、代わりの人って言ったら、なんかこう、ちょっと毛深い男の人が出てきて、足をこうやって揉まれながら、すっごい筋肉。すっごい筋肉。言われ続けたらしいです。頼んでもいないのに、すごい上半身のマッサージもされたって言って。ああ、そうか。あれ、俺も最近あれで、島村さん、島村優里さんが、ツイッターずれてたんですけど、知り合いのフランスのゲイの方が俺のフィギュア欲しがってたらしくて、手に入れたら巨大な弾痕をつけるって言ってたらしいです。これ完全に安本ちなみにお前はヨーロッパ圏でもモテてるってことだな。このフィギュアに巨大な弾痕つけないって困るな、これ。大変だね、これね。ちょっと荒木京也先生の股間みたいになるんでしょ、これが。やばいわ、これ。高まるわ。高まるか。はい、次行きましょう。